にあたるこの日に、この半年の厄を払い、そして残り半年の無事を祈るという嘆しの花への大法要が、四天王寺四天僧侶によりまして、毎年毎年、聖徳太子の時代から1400年にわたってずっと続けられているということであります。これが愛禅祭りの原点とも言える。